しまった。しまった。まだ行かなくていいのしまった。もうこんな時間。まだ行かなくていいのしまった。もうこんな時間。まだ行かなくていいのしまった。もうこんな時間。あ、雨が降ってきたね。 しまった傘持ってくるの忘れたあ雨が降ってきたねしまった傘持ってくるの忘れたあ雨が降ってきたねしまった傘持ってくるの忘れたあしまった書くところ間違えたああいいですよわかりますから あ、閉まった。書くところ間違えた。ああ、いいですよ。わかりますから。あ,あし閉まった。書くところ間違えた。ああ、いいですよ。わかりますから。コンサートのチケットを変えたあ,あしまった。今日が発売日だ。コンサートのチケットを変えたああ、しまった。今日が発売日だ。 コンサートのチケットを変えたあ、しまった。今日が発売日だ。しまった。森さんに連絡してなかった。早く連絡したほうがいいよ。しまった。森さんに連絡してなかった。早く連絡したほうがいいよ。しまった。森さんに連絡してなかった。早く連絡した方がいいよ。 そんなことないよ。そんなことないよ。日本語お上手ですね。い,いえ、そんなことないです。日本語お上手ですね。いえ、そんなことないです。私、 字が下手なんですよね。そんなことないですよ。私、字が下手なんですよね。そんなことないですよ。私、字が下手なんですよね。そんなことないですよ。この味、濃いかなそんなことないよ。美味しいよ。この味、濃いかな そんなことないよ、おいしいよ。この味、濃いかな。そんなことないよ、おいしいよ。森さんって、ちょっと怖そうだよね。でも、話してみたら、そんなことないよ。森さんって、ちょっと怖そうだよね。でも、話してみたら、そんなことないよ。森さんって、 ちょっと怖そうだよね。でも話してみたらそんなことないよ。今日体調が悪いそんなことないよ。大丈夫。今日体調が悪いそんなことないよ。大丈夫。今日体調が悪いそんなことないよ。大丈夫。助かります。 助かります。ちょっと手伝おうかえ、いいんですか助かります。ちょっと手伝おうかえ、いいんですか助かります。ちょっと手伝おうかえ、いいんですか助かります。近くにコンビニがあっていいね。うん。これのおかげで本当助かってる。 近くにコンビニがあっていいね。うん、これのおかげでほんと助かってる。近くにコンビニがあっていいね。うん、これのおかげでほんと助かってる。あ、ちょうどバスが来た。助かった。これでなんとか間に合う。あ、ちょうどバスが来た。助かった。これでなんとか間に合う。 ちょうどバスが来た。助かった。これでなんとか間に合う。資料ありがとう。本当に助かったよ。よかった。資料ありがとう。本当に助かったよ。よかった。資料ありがとう。本当に助かったよ。よかった。引き受けていただけると大変助かります。 わかりました。なるべくご協力します。引き受けていただけると大変助かります。わかりました。なるべくご協力します。引き受けていただけると大変助かります。わかりました。なるべくご協力します。森さんが来てくれたおかげで助かったよ。そう。よかった。森さんが来てくれたおかげで助かったよ。 そうよかった。もりさんが来てくれたおかげで助かったよ。そうよかった。ぎりぎりまにあった。ぎりぎりまにあった。ぎりぎりまにあったね。うん危なかったよ。ぎりぎりまにあったね。うんあぶなかったよ。 ギリギリ間に合ったね。うん、危なかったよ。レポート出したうん、ギリギリ間に合ったよ。レポート出したうん、ギリギリ間に合ったよ。レポート出したうん、ギリギリ間に合ったよ。紅葉は見れましたかはい。 ぎりぎり間に合いました。紅葉は見れましたか?。はい。ぎりぎり間に合いました。紅葉は見れましたか?。はい。ぎりぎり間に合いました。三十六分の電車に乗れば。ぎりぎり間に合うよ。本当?。じゃ走ろう。三十六分の電車に乗れば。ぎりぎり間に合うよ。本当?。じゃ走ろう。 36分の電車に乗ればギリギリ間に合うよ。本当じゃあ走ろう。電車間に合ったうん、ギリギリセーフだった。電車間に合ったうん、ギリギリセーフだった。電車間に合ったうん、ギリギリセーフだった。せっかくなのに。 せっかくなのに、せっかくなのに、留守ですみません。いえ、また来ます。せっかくなのに、留守ですみません。いえ、また来ます。せっかくなのに、留守ですみません。いえ、また来ます。フリーマーケット 雨で中止だって。せっかくなのに、残念だなあ。フリーマーケット、雨で中止だって。せっかくなのに、残念だな。フリーマーケット、雨で中止だって。せっかくなのに、残念だな。せっかくなのに、都合が悪くて行けません。いいよ。 気にしないで。せっかくなのに、都合が悪くていけません。いいよ、気にしないで。せっかくなのに、都合が悪くていけません。いいよ、気にしないで。せっかくの日曜日なのに出かけないの。この雨だからね。せっかくの日曜日なのに出かけないの。 この雨だからね。せっかくの日曜日なのに出かけないのこの雨だからね。困ったな。困ったな。え、今日森さん休みなの困ったな。誰か他の人に頼みましょう。え、今日森さん休みなの 困ったな。誰かは他の人に頼みましょう。え、今日森さん休みなの。困ったな。誰かは他の人に頼みましょう。バス行っちゃった。うん、どうしよう。次のだと間に合わないよ。困ったな。バス行っちゃった。うん、どうしよう。 次のだと間に合わないよ。困ったなバス行っちゃったうんどうしよう。次のだと間に合わないよ。困ったな困ったな鍵が見つからない。カバンの中をもう一度探してみたら困ったな鍵が見つからない。カバンの中をもう一度探してみたら 困ったなあ。鍵が見つからない。カバンの中をもう一度探してみたら困ったな。金曜日まであと3日もある。お金ないの困ったな。金曜日まであと3日もある。お金ないの困ったな。金曜日まであと3日もある。お金ないの すみません。間違ってデータを消してしまいました。え、消しちゃったのそれは困ったな。すみません。間違ってデータを消してしまいました。え、消しちゃったのそれは困ったな。たなすみません。間違ってデータを消してしまいました。え、消しちゃったのそれは困ったな。

試験不合格でしたそうでしたかそれは残念でしたね試験不合格でしたそうでしたかそれは残念でしたねそうでしたかそれは残念でしたね試験不合格でした昨日の試合途中まで勝ってたんだけど結局負けちゃって それは残念だったね。昨日の試合、途中まで勝ってたんだけど、結局負けちゃって。それは残念だったね。昨日の試合、途中まで勝ってたんだけど、結局負けちゃって。それは残念だったね。会場で先生に会えるかと思ったけど、会えませんでした。それは残念でしたね。 会場で先生に会えるかと思ったけど会えませんでした。それは残念でしたね。会場で先生に会えるかと思ったけど会えませんでした。それは残念でしたね。仕事が忙しくて旅行は行けなくなりました。そうですか。それは残念ですね。仕事が忙しくて 旅行は行けなくなりました。そうですか。それは残念ですね。仕事が忙しくて、旅行は行けなくなりました。そうですか。それは残念ですね。この店お気に入りだったんだけど、来月閉店なんです。それは残念ですね。この店お気に入りだったんだけど、来月閉店なんです。 それは残念ですね。この店お気に入りだったんだけど、来月閉店なんです。それは残念ですね。それはまずいよ。それはまずいよ。ちょっと遅れるかもしれない。それはまずいよ。今日初めて会うんでしょ ちょっと遅れるかもしれない。それはまずいよ。今日初めて会うんでしょ。ちょっと遅れるかもしれない。それはまずいよ。今日初めて会うんでしょ。彼女に可愛くないって言ったら機嫌悪くなっちゃって。それはまずいよ。彼女に可愛くないって言ったら機嫌悪くなっちゃって。 それはまずいよ。彼女に可愛くないって言ったら機嫌悪くなっちゃって。それはまずいよ。さっき薬飲んだんだけど、お酒飲んでもいいかな。それはまずいよ。さっき薬飲んだんだけど、お酒飲んでもいいかな。それはまずいよ。 さっき薬飲んだんだけどお酒飲んでもいいかなそれはまずいよそのことまだ部長に言ってないんですそれはまずいですねそのことまだ部長に言ってないんですそれはまずいですね パソコンにジュースをこぼしちゃったよ。それはまずいんじゃない。ちゃんと拭いたパソコンにジュースをこぼしちゃったよ。それはまずいんじゃない。ちゃんと拭いたパソコンにジュースをこぼしちゃったよ。それはまずいんじゃない。ちゃんと拭いた大変ですね。大変ですね。 これを全部一人でやるんですか大変ですね。大丈夫ですよ。これを全部一人でやるんですか大変ですね。大丈夫ですよ。これを全部一人でやるんですか大変ですね。大丈夫ですよ。今日のバイトは夜10時までなんだよ。大変だね。 今日のバイトは夜10時までなんだよ。大変だね。今日のバイトは夜10時までなんだよ。大変だね。学校までは自転車で1時間かかります。それはちょっと大変ですね。学校までは自転車で1時間かかります。それはちょっと大変ですね。 学校までは自転車で1時間かかります。それはちょっと大変ですね。おはよう。雪積もったね。うん。会社に来るの大変だったよ。おはよう。雪積もったね。うん。会社に来るの大変だったよ。おはよう。雪積もったね。 うん、会社に来るの大変だったよ明日から10日間の海外出張なんですそれは大変ですね明日から10日間の海外出張なんですそれは大変ですね明日から10日間の海外出張なんですそれは大変ですね楽しみです。 楽しみです。お会いするのが楽しみです。ええ、私もです。お会いするのが楽しみです。ええ、私もです。お花見は初めてですかそうなんです。だから楽しみです。 お花見は初めてですかそうなんです。だから楽しみです。お花見は初めてですかそうなんです。だから楽しみです。旅行は五日間結構長いですね。ええ。今から楽しみです。旅行は五日間結構長いですね。ええ。今から楽しみです。 旅行は5日間結構長いですね。ええ、今から楽しみです。彼女をどんな顔するかなうん、楽しみだね。彼女をどんな顔するかなうん、楽しみだね。彼女をどんな顔するかなうん、楽しみだね。 ダメだめだ。5点差かもうだめだね。そうだね。せめて3点だったらね。5点差かもうだめだね。そうだね。せめて3点だったらね。5点差かもうだめだね。 そうだね。せめて3点だったらね。ダメだ。つながらない。ここは電波が入らないんだね。ダメだ。つながらない。ここは電波が入らないんだね。ダメだ。つながらない。ここは電波が入らないんだね。 ダメだ、すごく眠い。ちょっと寝たらダメだ、すごく眠い。ちょっと寝たらダメだ、すごく眠い。ちょっと寝たらダメだ、いい言葉が見つからない。ネットで調べてみたらダメだ、いい言葉が見つからない。ネットで調べてみたら ダメだ。いい言葉が見つからない。ネットで調べてみたらこれ修理できますかうん、こうなるともうダメですね。これ修理できますかうん、こうなるともうダメですね。これ修理できますか うーん。こうなると、もうダメですね。